2018年9月30日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4565話、ノックノート。つい先日の出来事。私の部屋はベランダ側にあって、窓からは向かいに立ち並ぶ家が見えます。私は、すごく面倒くさがりな典型的な乾物女なので、引っ越してから2年も経つというのに。カーテンは母が買ってくれた透けているやつしかつけていませんでした。つまり、向こう側から私の部屋はほぼ丸見えなのです。まあ、それでも私は、乾いた女なので別段気にかけていなかったのですが。そんなある日、いつものように部屋にこもり布団の中で、携帯ゲームをして眠くなるまで時間を潰していたら、コツ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 、窓を叩く音がしました。それは、何かがぶつかったわけでも、風のせいでもなく、誰かが窓をノックしている音でした。しかも、執拗に。どうにもおかしい。もしも本当に誰かがノックしているのなら、そもそもドアをノックするはずだし、わざわざベランダに出て私の部屋の窓を叩くなんて、面倒すぎる。しかも今は夜中だ、いくらなんでも意味がわからない。そこで私は、虫を決め込むことにしました。用派考えるのを放棄したのです。それでも私に用があるならきっと声をかけてくれるはずだ。自分でそう考えて私は、気づきました。なぜ、声をかけてこないんだろう。その間も、窓を叩く音は鳴りやみません。強盗？ここ4階だけど。まさか、幽霊？いつまでも震えていたらバカみたいだ。親もまだ起きているし、怖くない。もし何かあったらその時はその時に考えよう。面倒になった私は、思い切りカーテン、薄い方、を開けました。しかし、案の定というかなんというか窓の向こうには暗闇があるだけでした。気がつけばノックの音も止んでいたので、ああ、やっぱり気のせいだったのか。と私は、再び携帯ゲームを始めました。怖がって損した。怖いと思うから怖いんだ。勇気を出してよかった。それまでの恐怖がまるで嘘のように私は、楽になれました。その時コツ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 、先ほどとは比べ物にならないぐらいに強く、激しく、執拗にノックする音が聞こえてきました。ああ、幽霊だ。バカらしいけど、私は、震え上がりました。なんだかわからないけど、気づかないふりをしなくては。震える指でゲームをして、努めて普段通りの行動を心がけました。心なしか誰かに見られている気もして、ゲームどころではなかったのですが。気がついた時には、もうノック音は止んでいました。怖いという思いよりも、夢加減か。そんな不可思議な気分になっていました。私が霊感がないから見えていなかっただけなのかもしれません。もしかしたらあの時、すぐ近くで何者かが見ていたのかもしれません。そう思うと、やっぱりカーテン買いに行こうと思うのでした。多分、明日ぐらいに。ネットで見つけた怖い話。第4566話、霊障。死ぬほどってほどでもないんだけど、実体験で。俺の部屋は2階にあるのよ。で、それが増築だからか、腕の悪い業者だったからかわからんけど、結構階段の角度が急なのね。まあそれでも特に問題なく上り下りしてるんだけど。俺が中2だった頃のある日の朝、寝起きでぼんやりとはしてたけど、そんなのはいつものことで、いつも通り降りようとしていたら階段から落ちちゃったのよ。頭から、足踏み外すとかじゃなくて。なんでそんな落ち方になったかっていうと、何かに後ろから押されたような感じだったんだ。で、鼻血ダクダクだし、落ちたところの廊下は割れてへこんでるくらいの落ち方だったんで、
親が救急車呼んで入院ってなって。案の定、鼻の骨折れててさ。で、顔の右頬のところもない出血で腫れてて、2週間くらい入院ってことになったんだけど。まあ、鼻の骨は元の位置に戻したら自然に戻るからとか言われて2週間過ごしてたんだけど、一向に頬の腫れが引かないのね。で、レントゲンとか触診とか医者の先生がやってくれるんだけど、内出血も収まってるし、腫れが引いてもいいんだけどなぁ、とか首かしげるばかりで。さすがに親もおかしいと思って、霊視とかお払いとかやってくれる人に相談してみたのね。そしたら、家の床の野間に飾ってある日本人形の同じところに悪い霊が入ってて、そいつが霊障を起こしてるんだと。そいつを除霊するには80数個のお守り用意して、90数日間供養しないと払えないんで、それは大変だから川に流しなさいって。流すのも、俺や父はそういう悪いものを背負いやすい性質だから、お母さんが流しなさいと。で、俺自身はその人のところでお払いしてもらうことになって、退院を、その人の家に行ったんだよ。あ、病院では結局、顔の腫れは命に別状はないですし、鼻の骨が多かった治癒してるから大丈夫でしょう。ってことで2週間で退院。その人、俺の顔を見るなり、ああ、ついてるねえ。って言って、横にあったポケットティッシュ1枚引き抜いて、綺麗に畳んで、俺の腫れた方をそのティッシュですっと撫でて、これで大丈夫。って、これでお払い終了、で帰宅して、母がその人形を近くの川に流しに行ったんだけど、その時見た人形の顔つきが、昔から見慣れてる人形のはずなのに、なぜか違って見えた。なんというか、目が若干つり上がって睨みつけるような感じだった。気のせいかもしれんけど。母自身は何事もなく川に人形を流して帰ってきて、これでやることは全部やった。こんなので大丈夫なのかな、とその日は思ったんだけど、そしたら2日後には完全に腫れがなくなってるの。結構膨れ上がるような腫れだったのに。今でも、オカルトものはいまいち信じてないけれど、この実体験だけはどうしようもなく事実で否定できない。オチも怖さもなくてすまん。309。実体験です。ただ、俺自身は307で書いたように、その霊能力者曰く、悪いものを背負いやすい性質、らしいけど、見たり感じたりしたことは一度もないんだよね。この、階段で押されたような感じを受けた時以外は。ちなみに、他には、九段の床の野間に飾ってある不動明王の人形、という画像が夜中に勝手に少し動いてる、ということも過去にありました。それについては、同じ霊能力者さんが言うには、良い霊が入ってて、家を守護してくれてるから大丈夫、落ち着いたら動かなくなる、とのことで、実際、数ヶ月したら動かなくなりました。ネットで見つけた怖い話。第4567話、時空の旅人。当時キャバクラの坊よとある事情で辞めて、バーテンダー見習いとして働き出し、1年ほど経った頃、一人の若い青年がお店にやってきた。こんばんは、久しぶりだね。いらっしゃいませ。まずいことに何も覚えちゃいない。彼の名前は愚か、顔すらも覚えていないのだ。ああ、この世界では、まだ知り合ってもいないんだね。おっと、話がややこしくなってきたぞ。申し訳ございません、酔う意味がよく。ごめんね、何か酔える強い酒をお願い。そう言うと彼はカウンターで向かい腰に座り出す。何か喋りたそうに俺の顔を伺いながら尻尾を振るのが見える。先ほどのことなんですがどういう意味があったんでしょうか？聞いてやるよ、聞いてほしいんだろ、わら。新手の宗教かそれとも。いえね、僕は、この世界の人間ではないんですよ。厳密に言えばこの世界になる可能性があった世界の住人ということです。つまり何？どういうこと？ 315。つまりですね、君がサイコロを振って1が出たとする。でも私は、
そこで2を出した。その時点で僕と君は違う地球に住むことになるんだ。では、私とお客さんはそちら2の世界で知り合っていたと？そういうこと。自称時空の旅人がチーンと出したばかりのグラスを指で弾く。なるほどね。早々にお帰りいただく努力をしよう。お金を持っていればお客様だが俺のキャパシティを破壊されては、業務に支障が出るってもんだ。お客さんがいた世界では、世界はどのようになっているんですか？それがさあ、聞いてくれよ。何でも彼のいた世界ではびっくりすることに地球はもうないらしい。巨大水星だか隕石だかが地球に近づき、引力に引き寄せられ、本来の軌道から外れ宇宙を旅する生命が存在しない死の惑星になったのだとか、さらに驚くことに宇宙人、兄弟と言ってたが、がその直前に現れ、肉体を捨て、精神をとある器に収めることでいろいろ旅ができるようになったのだとか、なんのこっちゃ、わら。後半は酔いが回ったのか、ろれつもうまく回ってない。面白いですね。ではお客さんはサイコロの目の1から6のいろいろな地球を旅して回ってるんですね。ご明察。疑いながらも人に合わせるその態度。やはり君はどの世界でも変わらないね。他の世界の私は、どのような仕事で何をしているんですか？ん？ほぼ全部死んでるよ。聞かなきゃよかった、わら。使いはなきゃ知り得ないのだから嘘でも言うなよ。君は、まだ知らないだろうけど、この先金髪の女性と付き合うことになる。どの世界でもその人と付き合った後すぐ死ぬから付き合わないようにね。ついでに死刑宣告ですか。でもなぜ私にそんなことを言うんですか？死なれちゃ困るからね。どの世界にも友人がいないなんて寂しいだろう？酔いのせいなのか目が言ってる。違う世界で俺は、本当に彼の友人だったんだろうか。言われてみれば窮地の中にも感じる不思議な感覚があるようなないような、わら。ごちそうさま、じゃあもう行くわ。この世界は今まで見てきた中で一番ひどく醜い世界だった。そう言うと彼はポケットからじゃらじゃらっと大量の500円コインを取り出し。足りるだろ？お釣りは、いいよ。と言い酔いの隠せない足取りで店を出て行った。何だったんだ。大量のコインをレジに押し込む。すると、その中の一つに目が止まった。元生産年。彼が本物なのか偽物なのかもうわからないが、あれからあの青年は一度も来店されてはいない。今でもその一枚の500円コインは俺の家で眠っている。ネットで見つけた怖い話。第4568話、震災後の釣り。なんか、投下していいのかどうかわかりませんが、一応投下します。私は、仙台市の青葉区に住んでます。先日、河原町に住んでる友人が、お茶しよう、とメールくれたので、バイトの帰りに仙台駅前のコーヒー館という喫茶店で友人と待ち合わせました。暑い日だったので、二人ともアイスコーヒーを飲みながら、今回の震災は大変だったよね、みたいな話をしてたのですが、友人が突然、俺の友達なんだけどさ、震災の地に海に釣りに行ったんだよ、と言い始めました。何を釣りに行ったの？タコがいっぱい釣れたって。へえ、震災後なのによくやるね。うん。そして友人が深刻そうな顔をして、でさ、そいつ早速自宅に帰ってタコをさばこうとして、頭に包丁入れたんだって。うん、それで？そしたらさ、タコの頭から何が出てきたと思う？大量の人間の髪の毛がもっさり出てきたんだって。うへえ。マジ？うん、それでさ、釣ったタコ全部調べてみたんだけど、漏れなく髪の毛入ってたんだって。だから気持ち悪くて即用捨てたって。てかタコって髪の毛なんか食うっけ？あいつらアサリとか食うんじゃなかった？そこら辺の詳しいことはわからないけど、とにかくタコが髪の毛食うのは事実らしいよ。今行方不明者何人いるかもわからないくらいだし、みんな津波で流されて海底にいたりするのかね。そうじゃないかな。他にシャコとかも群がってるかもね。その日から、私は、一応クリスチャンなんですが、
毎晩いつも以上に亡くなった片方のご冥福をお祈りしてます。ネットで見つけた怖い話。第4569話、神の袖。俺は、幽霊は信じているけど霊感はない、霊感と呼ぶにふさわしい男だった。俺が以前住んでいた地域には、数百年前から伝わる、伝統ある祭事が行われてた。毎年、各地区から選ばれた子供がお連れと共に神社で奉納する、といったもの。小学生の頃、その年の家に選ばれたので、長男である俺が出ることになったんだ。その日は朝早くから起きて準備して、滞りなく用事も終わった。それ以降、何やら予知夢みたいなものを見るようになったし、検証に当たったり、小学生ながら、運気が上がった気がしてた。運気が上がっただけでなく、命の危機を免れたこともある。昼過ぎ、下校途中に信号が青になったので横断歩道を渡ろうとしたら、真後ろから、コケコッコー。と声が聞こえたので、なんでこんな時間に鶏の声がするんだよ、わら。と思って後ろを振り返ったら何もいない。で、前を向いた瞬間にトラックが信号無視で横断歩道を横切ったりとかね。我ながら命拾いしたと思った。でも、小学生だからビビっただけでそこまで深く考えない。いつも通り家に帰った。時は少し飛んで俺が中学生の頃。次の日が休みだってことで夜更かしして、夜の2時頃にトイレに行った後に洗面所で手を洗おうとしたんだ。手を洗って、ついでに顔を洗って、顔を上げてみた。すると、鏡に映った、俺の後ろの存在する柱。そこに、何かが張り付いてた。俺の見ていた、鏡に映った風景を表すなら、イコール、つ、俺の顔、壁、柱、こんな感じ。わかりにくくて申し訳ないんだが、俺は、目が悪いのでこんな風にぼんやりとしか見えなかったけど、でも確実に何かがある、と思った。いつも見慣れてる鏡の中の風景だしね。今まで幽霊とか見たことなかったのに、いきなりの、しかも相当不意をつかれたファーストコンタクトだったので、全身がものすごい総気だった。でも、貴重なファーストコンタクトだ。絶対にそれから目をそらさずにメガネをかけてみたら、何かが張り付いてると思ったのは勘違いだった。手が、柱の向こうから伸びてきてたんだ。柱の向こうに何かいる。そう思って、どうしようか迷っていたんだが。その手をよく見ると、何やら神主とかが着てる清掃の袖みたいなので、裾のところに紫色の線が入ってる服だってことに気がついた。そこから生えてる手は、色白で細かったが男か女かはわからなかった。メガネをかけて気づいた時もそうだけど、驚きはしたけどそこまで恐怖は感じなかった。俺は、意を決して振り向いてみた。するとその手は消えていて、鏡の方を見てみても、手が生えてた部分には、いつも通り柱があるだけだった。少し冷静になって、鏡を見て、手があるのを確認しつつ後ろに手を伸ばして触ってみる。という行為を思いつかなかったことにちょっと後悔しつつ、すげえもん見た、わらと思って、とりあえずその日は眠りについた。うちは毎年、神社に行って神主さんからお祓いを受けるのが恒例なんだけど、その袖を見た後、いつも通り年明けのお祓いに行ったら、神主さんから、君は、お祓いいらないね、わら、と言われてしまった。袖のことも含めて、それと関係あるのかと思って理由を聞いたら、お祓いする必要すらないとのこと。最初に書いた祭事はその神社でやったんだけど、どうやら俺が見たのは、神様とかそれに近しい存在で、袖を出していたのは、祭事で奉納した対象の神様なんじゃないかとのこと。だから、お祓いは必要ないんだよと言われた。実際に袖を見ていたし、その説明で妙に納得してしまったんだけど、普通は、祭事で奉納した子供もお祓いするらしい。しかし、鏡越しとはいえ直接、袖
その存在を見る子供も非常に珍しいとのことで、神に近い存在を強く認識してしまったことで、というか認識したせいで近くにいる?らしい。その影響で並大抵の霊は近づけないこと、日常生活において不幸よりも幸福に傾く可能性が非常に高くなったこと。大病にもいじまれないし、安寧の生活が送れるはずだ、と。でもそれにおごらず、日々の感謝と、神様への感謝を忘れないこと。とか言われた。それ以来、不思議なものは見てないけど、相変わらず身の回りに幽霊の気配すら感じない。霊感強いやつと一緒に有名な心霊スポットに行っても、あれ?何もいないし、とか言われたり、そのせいで、お前と一緒に行くと何も出ないよ、とか言われたり、日常生活で困った時もギリギリで乗り切れたりするので、いろんなところで神に感謝しながら生活してます。でも最近、あの時袖を触っていたらどうなっていたんだろう?とか考えます。すれ汚しすまそ。ネットで見つけた怖い話。第4570話。怖え。引っ越して3ヶ月、大家のじいさんが亡くなった。すると息子がやってきて、ボロアパートを新築するから、出て行ってほしいと言った。貧乏学生だった俺は、当然のようにごねた。引っ越す金と時間がない。当分無理。40くらいの息子は条件を出してきたので、似たような、アパートをそっちで手配してくれ。それと敷金、礼金、引っ越し代すべて負担するなら、すぐにでも出ていく。俺が妥協案を出すと、その週の土曜日に運送屋がやってきた。そして、あっという間にそのアパートからちょっと離れた物件、に入居することになった。344、声に、木造モルタル2階建てて、1DK、ユニットバス付き、築30年くらい。外観は若干マシ、何よりも家賃が同じで、ユニットバス付きが嬉しかった。内心息子と不動産屋に感謝したくらいだった。銭湯通いと共同トイレから解放されたが、コンビニや外食には不便なこと。もあり、それまで寝るだけだった部屋で過ごす時間が増えた。この部屋なら女の子を招くこともできるし、金があればデリヘルも呼べる。そんな期待さえ出てきたが、仕送りなしの貧乏暇なし生活が変わるはずもなく、彼女とかは儚い夢に過ぎなかった。相変わらずバイトと学校で毎日クタクタ。だが引っ越して以来、休みの日は外出もせず、部屋で過ごすことも多くなった。そんなある休日、部屋で地味に試験勉強してたら、壁越しに、女性の笑い声が聞こえてきた。角部屋の隣人はサラリーマン。ほとんど不在で、これまで、話し声は愚か、テレビの音さえ聞こえてきたことはない。しかし見た目は普通で30代前半、彼女がいてもおかしくない。俺は、勉強よりも隣人がやるであろう行為が気になった。男と女が部屋にいれば、いつ始まってもおかしくない。思い余った俺は、壁にコップを押し当て、耳を澄まして気配を伺った。物音はせず、なぜか甲高い女の笑いしか聞こえない。後に気がつくが、それがことの起こりだった。その日から一週間くらいして、夜になり再び女の声が漏れ聞こえた。俺は、そっと部屋を出て、外から6世帯の部屋をチェックした。10時過ぎくらいだったと思うが、隣も下も部屋の明かりは消え、人の気配はなかった。平日なら大体隣人が部屋にいる時間帯だったが、ドアの開け閉め、くらいしか聞こえてこない。みんな他人の迷惑にならないよう、ひっそり暮らしている感じだった。アパートは最寄りの駅から徒歩20分以上、まさに閑静な住宅地で。時々人恋しくなることもあるくらい静かだった。一体あの声はどこから聞こえてくるんだ?気になって仕方がなくなった頃には、3日おきくらいに、女の笑い声に聞き耳を立てていた。
住人に女性は一人もいない。それがどこから聞こえてくるのか、誰なのか、そして何を笑っているのか、俺は、半年後に神経を病んだ。いつしか女の笑い声は切ない喘ぎ声に変わり、俺は、眠れなくなっていた。もう壁に耳を当てる必要もなかった。女の声は俺の頭の中で聞こえ、俺の名前を囁き、俺を誘惑するようになった。恐怖は全然なかった。ずっと夢だと思っていたし、女の呼ぶ声で眠りに落ちる、ようになっていた。やがて学校やバイト先でも睡眠不足からミスが重なり、数人の友人が気にかけてくれるようになった。そのうちの一人がなぜか、最近彼女できたろ。やりすぎは気をつけろよ。と、目の下にできたクマを笑った。もっとも仲のいい友人から、どこで知り合ったんだよ、今度紹介しろよ。と言われ、俺は、答えたそうだ。紹介はちょっと無理かな。俺は、覚えていないが、はっきり言ったらしい。彼女は39歳の会社員で、ずーっと勤務先の男と不倫を繰り返してきたんだ。やっと独身の男と知り合えて、結婚まで決めてたけど捨てられたんだ。歳は言ってるけどすごい美人だよ。会社の受付嬢や秘書をやってたくらいだから。友人は驚いて尋ねたという。どうやって彼女にしたんだ？てか、写真とかないの？この時の俺は、笑みを浮かべ、うっとりしとた表情だったらしい。だから無理だって、彼女は首吊って自殺したんだよ。ずっと前に死んでる。あと、知り合ったのは今住んでる部屋。俺は、友人によって命を救われたようだ。けれど、今でも最愛の彼女を失ったような気がする。ネットで見つけた怖い話。第4571話、報復。すれ違いだったらすまん。ずいぶん昔のよそのクラスの話。いじめられている女の子がいた。ブスじゃないけど、ちょっと変わった子で、少し不潔気味だったからか。気がついたらクラスの男子からいじめられていたらしい。そのうちいじめは他学年まで広まり、彼女は上の学年の女子からいじめられたり、低学年の子にまでバカにされだした。そんなある日、その子はクラスで首をつって死んだ。しかも、調理実習でみんながいないうちに。噂だけど、朝や夜など学校が閉まっているうちにやると、クラスメイトが見ないうちに片付けられちゃうから、狙ってやったんじゃないかって話。クラスの黒板や、いじめを行った奴の机には赤いペンキで恨み事が書かれていた。発見されて、学校中が騒然。急遽、全校生徒は帰宅させられることに。帰ることになった時、下駄箱で悲鳴が上がった。どうやら、いじめていた奴の靴にもペンキが塗られていたりしたらしい。652、本当にあった怖い話。その後、いじめられていた子の葬式はひっそりと行われた。今ほどいじめ問題がマスコミに騒がれたりしていない頃だったから、報道されることもなく、いじめが原因の自殺であったことが生徒たちに報告されることもなかった。とはいえ、ペンキで恨み事を書かれまくった教室はたくさんの奴が見ていたから、ほとんど全員が知ってたけどね。しばらくして、学校は何事もなく再開。自殺のあったクラスの奴らは、どんよりしてた。だって、自殺があったクラスでそのまま授業再開したんだもの。ペンキ跡を隠すために上から塗り直したらしく、不自然に全面綺麗な壁になってたな。そのうちに、そのクラスにお化けが出るとかいう噂が立ち出した。で、ある日、女の子をいじめていた上級生の女子が、屋上から飛び降りた。その後も、自殺は続いて、最終的に卒業までにクラスの男女数人が自殺。怯えて何人かは転校。けど、卒業後も数人死んだらしい。成人式で集まった時に、そのクラスの奴から聞いた話。何でも、どうやったか知らないが、
その女の子から恨みつらみが綴られた手紙が届くんだそうだ。筆跡は彼女のものに間違いないそうで、死ぬ前に何通も残していたんだろう。しかも、一人一通じゃない。送られてきてから一年後とかにもまた届く。差出人の名前もないし、可愛い封筒だったり、器用みたいな封筒だったりで。ついつい開けてしまうんだとさ。中には手紙以外にも、髪の毛や爪が入ってたりしたらしい。で、それを続けられて精神を病んじまって、自分でアボンするやつが続出したそうだ。お化けになった彼女にいつも監視されているとか口走ってたやつもいたらしい。あと、引っ越したやつの元にも手紙は届いたってさ。ま、実はその手紙、俺が送ったんだけどね。彼女とは幼馴染で、死んだ後にそれらの手紙が託されてたことがわかった。でも、死んだやつの中には、自殺じゃなくて事故で死んだやつもいた。普通、40人程度のクラスの中から、歴史と交通事故死のやつがそんなに出るかな？今日のオカルトスレ。ショッピングモール上空に巨大な人型浮遊生物が出現、全長100メートルザンビア。現場はザンビア北西部の都市キトウェのショッピングモール上空。低く垂れ込めた雲の中から突然姿を現したらしい。正体は全くの不明だ。目撃した買い物客たちの中には恐怖のあまり失禁した者までいるという。写真に写っている周囲の建物や自動車と比較すると、全長100メートル以上はあると推定される。人型の飛翔体、フライングヒューマノイド、の目撃報告は世界中に数多くあるが、これほど巨大なものは珍しい。しかし動画が残っていないのが残念だ。リンク。何もする気なさそうだからほっとけ。わろた。これエヴァンゲリオンで見た。真っ先にこれを想像した W。お前か W。でも、名前は知らんな。通りますん。こいつに名前あったのかよ。世界の終わりだな。B 級ホラーでこんな感じの見たことあるぞ、わら。牛尾と虎は勇気の印24時間働けますかみたいな名前の漫画に出てたあれだべ。ふすまか。あの顔は強烈すぎてトラウマだわ。正体不明なレド生物であるのは確定とはこれいかに。南極の海に現れるやつか？人型。なんて名前を夢中で検索した時期がありました。これは、まさしくふすまという妖怪。こいつじゃん。牛尾と虎で、飛行機のコックピットにベタッと張り付いて宙見てる絵が未だにトラウマ。はっきり思い出せる。焼き払え。めっちゃ合成くせえけど。本物ならなんだろ。アドバルーンかと思ったけど。よく見たらかなりでかいな。普通に、一旦もめん、だな。一旦もめん、は、世界各地で形状が違うが、これは、人型もめん、と言われるもの。一旦もめん、は、最近を含めて昔から日本で目撃例が多いが、それが現れるのは、天変地異、の前触れとも言われる。天変地異が来ると一旦もめんのか。こういう時すぐにドローン飛ばして近くで見に行きたいな。地上からの目測でなぜ全長100メートルとわかるのか。オメガ。想像以上にリアルでびっくり。デザイン演出。宮崎駿って言っていいぐらいに巨神兵だな、わら。いいね、わら。こういうの好き。思った以上に人型だった。2枚は合成。二枚は飛行機の影。中国の天空の都市心キロウも変だよな。他の街で見ないもんね。
やる気なさそうではろた。宇宙人タイプのお前らじゃん。何これ、マジヤバくね。で、なんという B 級映画のワンシーンなんだ。ナナちゃんだろ。スレタイでそれを想像した。怖すぎ。で、見た。ザンビアに車とショッピングモールっぽい建物があることにびっくりした。思った以上に怖くて笑った。こんなの飛んでたら一人くらい誰か動画を撮ってるだろうにな。見たやつ気が狂うんじゃね。日本だと田舎の田んぼとかに現れる。白石監督の仕業か。朝起きて窓開けてこれ見えたらちびるわ。後半2枚は垂直尾翼が映ってるな。ジンバブエの画像ググってて見つけたんだが、なんだこの建物。高層建築の理論に見事なまでに逆らってるな。いつ折れるのか不安だが少しだけ楽しみだ。設計図逆さまに見たんだろ。最上階から作っていって予算が尽きたのか。翼もないのに浮いてるってことは宇宙人じゃないの。ああ、これだ。なんか記憶に断片的なイメージが残ってると思ったわ。二枚目見るとわかるけど、こんなのが上空にあったらもっと人で溢れかえるはずなのに誰も上空を見てるやつなんていない。これでもうわかるだろ。オーバーロードだろ。ついに人類に存続か滅亡かの選択肢が下される日が来たんだよ。なんかやる気なさそうだな、わら。ムクドリの群れだろう。これじゃん。動画から人型に見える一瞬を切り出したから静止画しかないんだろ。影だとすると、影がつかないところにも投影されているからおかしい。合成だとすると同じ時間帯の空の写真全部に矛盾のない角度で作れているか検証しないと。旅行者とか利益の絡まない第三者の動画があれば良いんだけど。ムクドリの動画見たけど明らかに背景の透け方が違うよね。ムクドリならすぐ形変わるんじゃね？30分あのままだったらしいよ。そんなに時間長いのに動画がないってのが。こういうのを見たとき立ち止まってワイワイ見物する人と、全力で逃げる人とで危機発生時の生存率が変わってくる気がする。嫌な感じがするかどうかなんだよな。不思議現象に遭遇した時は思考より先に直感が来る。これを思い出した。怖いよ。今更ながらよくできてるよな。頭とか肩とか人間その病。おしまい。